あるんだわ、デッドバイって。いい人になろうとするやつは三流。そういう人、そういう人は一流ってな、もてはやされてればダメです。超一流は人を切れるやつです。こいつが優秀です、絶対。危ないから行くわ。ノランの人たちで残り1台の発電機放り出してチェイスで追われてる人助けに入んの。俺もうマジ恐ろしいと思ったよ。余裕の場面じゃないんだよ。一歩間違えば逆転負け食らいかねない。残り1台といえど。バンバンなってるの俺怒ってるから。だってさ、残り1台だよ。残りもう4台も5台もあるならいいよ、別に。もうお遊びしても。フレンドさんはフレンドさんだからやってるだけだね。でもしないやつなのこれ。見せるチェイス、ヒロちゃんの玉に見せる。玉にしか見せられないと。ヒロちゃんのすごいところ、こういうところ見習え。負傷でも次の次、スーパーエースってこうなんだよ。
女性が惚れるか？さっきみたいに発電機放り出すやつ、不祥でも回してるやつじゃなきゃ惚れねえだろ。女性陣が世界の聞いてみな、世界のタップのプレーに美しい心打たれるってやつがまともな人なんだよ。デッドバイプレイヤーとして心打たれるようなゲームをしてるんだ。ちゃんといればチームは勝つ。やばい、はい、もらおう。あと1台だけです。待ってね、もらおう回復を。連動しないといけない。連動、同じことをするんじゃない、人と違うことをするって意味だ。無駄がないようにする連携とは、同じことをする連携もあるけど、人と違うことをすることが向こうのこっちを回さないと向こうが回んない。ここなら距離稼げるかもしれない。部屋の位置を回させるためにはここの位置が必要。木村ゆいとか見たか？木村ゆいとタップ刑事比べて分かっただろ。いい、回復を入れる。ここの盤面は無理しない盤面、長期戦見据えて戦うべき。だから言ってんじゃねえよ、まずよ。一人たりともいねえよ、まともなのがよ。人が距離取ってれば、なんで右に逃げねえんだよ。なんで逃げる位置がそこなんだよ、まず。で、なんで回さねえんだよ。回さねえからそうなってるしよ。逃げる位置ってこっちだろ、どう考えても。人によ使えねえ奴らとゲームすれば無理だろ。人が回してる発電機のところに逃げてよ、誰も救助行けねえとかよ。回しながら救助なんだよ。なんでこんな使えねえんだろうって思うわ、逃げる位置がさ。なんでそこで逃げてんだよ、この使えねえやつはよ。マジ無理だろ。本当に考えねえもんな、全体でさ。人狼もデッドバイも考えりゃいいだろ。早く止まってやれよ、まずよ。自分が悪いんだろ。常識論でさ、発電機の位置のところに来てんじゃねえんだよ。こっち側のエリアで逃げるんだよ。なんでマジで使えねえんだろうって思うわ。回せねえだろ、発電機がよ。回せねえよな、もう。役立たずとゲームすれば無理だよな。なんでこんなことができないの、一般常識が。二つの位置があるから惑うのであって。無理やりでも抜いて、お前は逃げ行けよ、この使いねえやつがよ。敵と戦うことはない。見つけることが大事。ヒロちゃんの凄技だよ、これが。神プレイ。レジェンドスーパースター。
こういうプレーをしろ。ちゃんと発電機を回させるための動きを取れ。多少ダメージ食らおうが何だろうが関係ねえだろ。やるべきことはチームの勝利だ。綺麗だろ？スーパースターって。スーパースタークラスって美しいだろ？誰が見てもわかるだろ？この美しさ。こういう風にゲームしろ。何がチェイスが上手いだよ。俺にすれば上手くないよ。俺のチェイスって価値があるだろ。神チェイスだろ。わかるか？発電機を、スペースを作る動きだ、サッカーでいうところ。完璧にドフリーにしたんだよ。小屋の発電機を。これはヒエロシャンダートバラスーパース力の差がありすぎる。野良メンバーは俺のプレイ見て10番だと言ったら失笑するやつは力がないやつ。10番って言ったら誰が見てもこいつは10番って言えるやつ。このチェイス力がさほどでもないのに、このプレイヤーがすごいのはフリーチェイスがさほどじゃないのに、4代目5代目を回させる制限かけたチェイスが抜群っていう、秀逸っていう。発電機の位置を完璧にイメージしてるっていう。絶対に言うわ。まともなプレイヤーは確実に言う。アップがすごいっていう。配信で怒ってるとこまで聞いたら、なおさらタップがすごいっていう。デッドバイの10番。うん。誰も異論がないって言うわ。異論はないよ。頭使ってやるんだよ。完璧に小屋の発電機回させる動きをした。おとりの動きで。完璧にフリーな位置。そのために、まず、ダメノラは、信用しなくなるまで助け、違う、ローリーを信用してもいいから救うんだよ。で、ローリーと俺で引きつけるんだよ。小屋の方になるべく行かない。引きつけて、なるべく時間稼いで小屋を回させる動きを取る。救助をしないと小屋に行く可能性があるから、救助することによって小屋をフリーにする。キラーの頭の中に小屋を消す。俺たちの存在をちらつかせる。だからあれでいいんだ、救助タイミングを。僕とローリーは引き付け役やればいい。僕はただ逃げるだけじゃなくて、責任は取ったから。無理救した責任は取ったから。よかったね。チーム全体の勝利はできたから。メンバーに言うよ。あの小屋とさっきの丘のところ一直線のところに3台あるのよ。つまり固有側の方って僕ら回してんだ。逃げるならそっち側に逃げた方が追わないんだよ。キラーも見えてんだよ、発電機の位置が。逃げるんだったらあの辺をぐる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 してる方が回せなくなんだわ。うん、僕が逃げてる位置の方が多分正解なんだよ。キラーが追いにくいとこ追ってくれたらラッキーぐらいで行きゃいいんだよ。私勝って当たり前。一直線に固まってんだよ、要するに。片側エリアに。うん。逆エリアの方に逃げ場。